中川パラダイスのヤバい話。パラダイス。さあということで、もうまあおなじみのねパラダイスさんに来てもらったんですけど、はい、ありがとうございます。もうここからはフルスロットルで、はい、最悪も話していただいてヤバい話をね。うん、で、もうもし無理ならこっちでカットしますし、ピンも入れますし、なるほど。もう何も考えずに、うん、やっぱり俺がね一番パラダイスさんの面白いところって、うん、そう気使ったりとかせずに、うん、もう全開で、まあ全開。もう全力でも自分の話をしてる時なんですよ。いや、やばい話って言ってもな、そんなやばい話なんてないけどね。散々聞いてきたわ、もう。もう、初体験何歳でしたっけ ?3、まあまあ9歳。9歳。はい。ガッツやばい、ね。ガッツ石松以来ですよね、小学生で。そうよ。ロミヒの時、衝撃的、ロミヒって番組があったのかな、ヒロミさんの番組ね。衝撃的でしたよ。うん、で、散々僕はやばい話をもうお聞きしてるんですけど、YouTube で。いやいや、うんうん、まだあるんですか。それさ、幼少期じゃない、はいはい、そのまだその、まあ、まあね、小学校から高校生ぐらいの時の話で、うん、で、俺らがもう覚えてる限りだと、その、お友達と小学生の時になんか、男の子と加え合ったみたいな、うん、まあまあ、こうなった感じね。こうその、俗に言う、ね。自分のマンションの屋上でね。だからすごいですよね。だからその、うん、こういう体制のことですね。そう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 。だからそれも本当衝撃だったんですけど、はい。だって覚えてるもん。顎外れそうやって。でかかったんですね。めっちゃでかかった。なんかだから、ずるいわと思った。なんかその、しゃぶって言うと、あの、顎こっちだけしんどいわ。向こうは別に、ね。向こうはなんか楽そうに加えてるからさ、そっちだけならしんどいな。いやだからそれぐらいの。顎関節症だ。小学生で学校でしょ、聞いたことあるですね。リアルに多分その YouTube がめちゃくちゃ回って、はい、それがもう絶賛の嵐です。いやーありがとう。中川パラダイスこんなおもろいんだってなって、で、やっぱりその幼少期、うん、まあその学生の頃とかにそういう経験をされたんで。まあ、だ、はい、まあ、なんていうんかな、その小学校3年生、9歳の時は、まあ、初体験とはいえども、初体験って読んでいいのかと。はいはいはい。まあ、例えば好きな人としたかって言われたら、そうじゃなかったりもするから、で、本当の初体験になったら、まあ、18歳ぐらいなのよね。ああ、そっから開くんですね。開く、だいぶ開くのよ。だいぶ開きましたね。で、その時はもうずっと、もん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 してるわけ。はい、じゃあもうストック貯めてたんですよ、確かに。そう。最初の性癖が、まあ、ある意味結構歪んでる状態、ね。歪んでるというかね、そう、ちょっと人とは違うっていうので、常に、その、過去に経験があるからこそ、どん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 まあねじれていったというか、僕はまあもともと普通やとは思うんやけど、それこそ多分あのエロ漫画、はいはい、まあ僕らの時代やったらなんかローレンスとか、ローレンス、まあまあ劇画調の、あの雑誌ですか、雑誌の劇画調の、まあペンギンクラブとか、いや、わかんないですけど、まあ、エロ雑誌ですよね。確かに。エロ漫画雑誌。河原にあったような、河原にいっぱい捨ててあるタイプの。その、二人エッチとか。そういうちょっとアニメっぽい感じが、多分、ね。でもなんか、僕らの時代は本当、河原に大量にエロ本が捨ててありましたね。それの、やっぱりだから、何もできへんから、そういうところにこう、手を出すわけ。あ、で、まあ、小学校ぐらいからさ。はいはいはい、本屋で買うわけにもいかんやん。うん、難しいね。うん。だから、いつも朝僕、お母さんからお金渡されて、パン、朝パンやって。はい。だからパン屋さんに買いに行ってて。はい。ああ、珍しいですね。朝パンを。で、そのお釣りを、まあ、言うたら50円の時もあるし、100円の時もあるんやけど、そのお釣りをくれとって。はい。あ、はいはいはい。持ってていいよ、つって。500円でお釣りは持ってていいよ。だからもう結構その小学生なんて使うことないから、はい、結構溜まっとってんけど、うん、どうしたかっていうと、夜中に、昔はその本屋さんが閉まったら、自動販売機の本屋があって、あーあったわ、昼間は、見えないような、はい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 、あった、うん、感じになってんねんけど、夜になるとライトがついて、はい、その、奥、どういう本が置いてるっていうか、はいはいはい、それを僕は犬飼ってたから、はい、犬の散歩しながらその本屋で誰も見てない時にお金、その貯めたお金を入れて本を買って、はあ、で家に持って帰ることができへんかったから、その家の近くの公園の、まあ言うたらゲートボールとか置いてるプレハブの裏、はい、隙間、はいはい、壁とプレハブの間に隙間があって、そこの隙間でそのエロ本を読んで、はい、犬はもうその辺の公園にこうバーッと放して、
まあ言ったら一人で遊んでたの。一、はいはい、人遊びしてたの。お互いにね。お互いにね。パラリーブルもね、一人遊びしてたね。充実な時間や。首輪をね、お互い外して、ね、首輪外して。本当に解放されて。解放されて。やってたよ、はい。で、やっぱりさ、まあ、置いてあるから、そこに隠してあるから、はい、まあ一気は読める時もあるけど、はい、何回も読んでると飽きてくるから、まあ、もちろんもちろん。またその、お金、貯まったお金で本買って、本読むみたいな。はいはいはい、で、まあ、雨もしのげるし、毎日散歩行ってたから、毎日のようにそれを繰り返して、買っては置いて、買っては置いてと。その、すぐに買うわけじゃないね。一週間に買ったりとかしてて、小6ぐらいの時かな。小6ぐらいの時に、ふと気づいたら、そこに本が50冊以上溜まってたんや。はいはい、だもう僕からしたら、幸せな時間で、好きなやつ、はい、本当に過去のやつも読めるし、はい、続きのやつもあったりする、はいはい。続きで読めたりするし、はいはいはい、幸せな時間や、はい。で、またある日、夜、夕方ぐらいに行ったら、なんかその公園に行って入った瞬間に、ヤンキーみたいな、まあ、中学か高校か分からんけど、自分より年上の、もう夜ももうちょっと日も暮れてきた時ぐらいよ。になんか、なんやこれうわ、バレた。うわ、なんじゃこれとかやって、声が聞こえてきて、うわ、ヤンキーみたいなおるやん。でもまあ散歩やし。と思ったら、その、僕の本、もう言ったらコレクションが、ビリビリに破られて、バーって散らばってたのよ。その公園中に。やだヤンキーが。もうその瞬間にもう僕、ね、もうそっからほぼ記憶ないねんけど、気づいた時には、その高校生か中学生に頭突きして、ドーン俺のコレクションはドーンご飯、切れたんだけどご飯のやり方。ぶち切れてるけど、うん。向こうもビビってもうて、何何何ってなってんけど、はい、俺が一生懸命お母さんのパンのお小遣いから食べて買ったやつやふざけんなーつって、バーンでまたぶつかって、じゃあ、ごめんってなって、で、そいつらが持ってる、自分のエッチな本をお裾分けしてもらった。どんな落ちどんな着地点ごめん、すぐ持ってくるわーって言われて、熱意が通じた瞬間。なんかエロい話っすよね。エロい。パラリーの話。しかも殴ったとかじゃなくて、頭突きがいいんですよね。だからもう本当にもう真っ白というかもう、初めて切れた、ま。本当に純粋な。だからやっぱエロは恐怖を凌駕するんですかね。なんか、その自分を大切にしたエロいものも、蹂躙されたわけじゃないですか、うん。普通だったらその不良に絶対かかってから。いや、行かない。切れちゃって記憶もないですもんね。記憶もない。もうただ気づいたけど、もう頭突きして。だからもうちっちゃい頃は性への興味はめちゃくちゃあったってことですよね。そうなんです。だからムラムラが溜まっていってたから。それでも小6でしょ、だってまだ。で、そこから小6だから、あと、5、6年、6年ぐらいは。まあ、ずっとないんやけど、まあ、そういうのもあって、なんか一回お父さんが、はい、単身赴任してたの、はいはい、うち、マレーシアで。それこそ、もともと人形屋さんの社長やったお父さん。ああ、そうだったんですね。うん、はい。お金持ちです。そう、まあ、ボンボンやってんけど、うん、はい、で、親父がマレーシアで人形マレーシアつって、日本人形の製造工場を作って、ああ、マレーシアだ、うん。で、日本食レストラン作って、はいはい、免税店作って、で、海外の飛行機のツアーに組み込んでもらって、免税店と日本食回るっていうゴールデンコースみたいなのを作って、最強ですね、マレーシアで稼いでた、はい。パラダイスですね、本当に。本当に。うん、はい、で、まあ、後に、まあ、親父はその、アホやから、ビザ払ってなくて、強制送還されて。うわー、惜しい、うん、で、もう戻ることなく全部ナンバー2に乗っ取られて、それを経営する力がなかったから潰れて倒産はしちゃうんやけど、お金がなくなる時代があるんやけど、一時期そのマレーシアの方に親父がずっと住んでる時があって、うん、でもめっちゃ豪邸みたいな。あー、信じられないぐらいの。はい、そうそう。で、その時に、その、1ヶ月間夏休み毎日、マレーシアに遊びに行くみたいな。はい、うん。親父に会いに。ああ、楽しそうですね。ああ、でもそれがね、なんていうか、言葉も通じへんし、豪邸の隣に、もう山の上とかの家やったから、周りに誰もおらんくて、ほんと唯一仲良くしてもらったのは、隣に住んでる中国人の おばちゃんが、いつも僕が一人で家におるから、なんか気を利かせて、なんかその、
お汁粉持ってきたりとか。ああ、お汁粉、お汁粉。そう、キムチ入りのお汁粉持ってきたり。うわ、まずそう。まずそう。なんなんこれと思いながら、ごめんなさいって言いながら捨ててたけど。それ、嫌がらせじゃないですか。キムチ入りのお汁粉。いや、なんか、なんか、この町から出ていけるアイスじゃないですか。中国流の。で、まあ、でも本当に優しく、はいはい、なんか、その、あの、作った料理をくれたりとか、美味しかったんけど、はい、俺がイメージ残ってるのはキムチ入りの、そのお汁粉やってるけど、すごい記憶だな、はい、こんな鍋ごとも。いやー、そんな量は嫌だな。ラーメンの寸胴みたいな。嫌がらせだな、多分。嫌がらせた。いや、嫌がらせのためにそんな料理作らんと思うけど、今食べたらもしかしたら美味しいんだけど。確かに、今、キムチ入りのお汁粉みたいな芸風ですね。いや、そんな芸風だろ。そんな芸風。まあ、確かにな。優しい雰囲気の中でトゲトゲしてるな。で、あの、まあ、海外ってさ、うん、そのエッチな本とかって無修正な本いっぱいあるじゃん。ありますね、海外特にね。で、お父さんもやっぱさ、まあ、俺、親父に似たんかなって思う一面もあるんだけど、うんうん、まあまあ、その、親父もそういうのが好きやから。スケベなんですね、やっぱ。その、で、しかも、お母さんも来ることなかったから、はい、そういう本を、写真のね、外国人の女性が、たくさん無修正の本があってんけど、それを、もう、部屋の至るところにこう置いてあった。はい、あ、もうほんと男の家みたいな感じで、ね。そうそうそう、はい、で。しかもだからそのいっぱい部屋もあったし、はい、豪邸やからいろんなところに置かないと、はいはい、一箇所にまとめたら取りに行ったりとかもあるし、はい、トイレにもあるし、はい、この部屋にも置いてあるしみたいな。で、やっぱまあ見てるうちに、わ、すごいな、外国人ってすごいんやなとかって思った時に、僕は正直そこまで刺さらなかった。あ、外国人の方か。なのか、僕が見てたのはアニメをよく見てた。その漫画を見てたから、ちょっと違いすぎて刺さらん。リアルすぎてちょっと。そうそう、刺さらんかってんけど、親父が読むってことは、僕の友達のお父さんも喜ぶんじゃないかなと思った。ああ、確かに確かに。これは本当に、その、今考えたら何を考えてんねんと思うけど、当時は純粋に自分の友達のお父さんが喜んでほしいなっていうので、もう帰国する日に、あの、まあ、カバン、リュックサックにあんねんけど、もう本当にリュックサックにもう買えるだけパンパンにその本を詰め込んで。麻薬の密輸と一緒だね。そうそうそう、もうほんなリュックにもにこのぐらい分厚い、もうなるべく荷物を減らし、はいはい、うん、本だけ父さんがくれたのよ、ガーッと入れてパンパンに入れて、はい、そのまま飛行機乗って帰ろうと思ってんけど、はい、あのやっぱ荷物って荷物検査するやん、荷物検査ありますよ、ありますね、でその時に荷物通し、僕はもうよくわからんかったけど、荷物検査した時に本当にその外国の今日な、人たちが5、6人集まってきて、はい、で、なんか通ろうとしたら止められて、はい、言葉もわからんし、でもなんかその、こんな顔しながらなんていう、おい、なんだこれみたいな、はい、なってんのよ。で、ちょっと裏来いって言う。はい。パラニーが来いって言われて、はい、なんか裏みたいなとこ行ったら個室みたいなとこに連れられて、はいはいはい、座れっつってこうやって座らされて、向かいに、その、ま、黒人のもう怖いよ、はい、僕からしたら大きいでっかい人が、うん、カバンをバーンとここにドーンと置いて、でこうシャーって開けて一個一個こう本を出していくねんけど、おおお前が俺の顔見ながら、おおどっちなんだそれ、一個一個、おおってなって全部全部出し終わった後に最後俺に一言、Oh, you are crazy boy! いただきましたクレイジーボーイ。どんな本が、そんなやばいやつだったんですか、そう、性癖的にも。いや、性癖的には正直わからんけど、まあでも普通にその写真。ああ。いや、でもまあそんな子供が、しかも小学生で日本人でより子供に見えるやんか。小学生が、もうその大人でも読む、大人が読むような本をパンパンに詰めてて、一人やったから、親父はもう送ってもらって、そっか、帰るときは一人やから、お父さんお母さんいないですもん。誰もおらんのに、こいつは、で、しかも密輸みたいに見えるでしょ。外国のものを日本に持ち込むみたいな。そうそう、違反にもなるから、なんだこいつ、どうしていいかわからんみたいな状況になって、でも最終的にそれ全部没収されて、没収されて、そうそう。日本に帰って怒れたんですね。
回答はこれ。うん、すごいわ。その検査官持ってっちゃったんじゃないですか。You are crazy boy。 逆に言うたらパラニーがこれを見てるってことで興奮してた可能性もありますよね、あの言い方は。いやいや、分からんのよ。どっちの興奮なんだ。いやでもなんか、おマジかの吹き出しがあるならマジかこいつの方やと思うやつ。この量をみたいな。何冊出てくんねん。じゃあもう本当に、じゃあ密輸未遂はしたことあるってことですね、小学生でも。まあ、まあでもこれはもう親父の知恵やと思うんだけど、はい、まあ。いや、アウトです。いや、時代的に OK やった、はい、時代の、まあ、そうですね。あとで僕らで判断して、カットするか P 入れるか。はい、だから、社長さんだったんですけど、ちょっとその破天荒でクレイジーな、学歴、頭いい感じの社長さんっていうわけじゃなくて、うん、実力で成り上がった、まあ。そうよね、そうよね。まあ、だから仕事自体は嫌いじゃないし、うん。大泉さんも変な人だったんですか、やっぱり。いや、変わってるね。まあ、だから、これはもしかしたら、過去にここの YouTube で喋ったことあるかもしれないけど、はいあの乗ってなかったから、多分カットか、もしくは違うところで喋ってる可能性ある。俺らちょっと覚えてないですよ。だからこれな、本当に、あ、なんやろな、その嫌な人、自分の親父の嫌なところ、うん、あ、俺も似てるわみたいな、そういう瞬間があります。あります、あります。あ、結局カエルの子はカエルなのかなという、まあ、話で、はい、まあ、あの一回吉本で対抗演みたいな、バンドの会ありましたね。ありましたね。ありました、ありました。そうそう。はいはいはい、タイ行くみたいなで、はい。それで、タイ行くってなった時に、親父もタイ好きで、あの、情報を聞きつけたんか知らんけど、はい、俺も行くって言い出して、おうん、合わして、はいはいはい、うん。楽しいから、はい、いろいろ紹介してあるわ。でもそれも芸人になったから。いや、もちろん、僕は吉本の公演で行く。はいはいはい、で、親父は、あの、俺は見に行くっていうか、ついて行くっていうか。で、いやいや、わざわざそんなせんでもいいよって言ったけど、いやいや、まあでも、旅行や、旅行楽しいから行くわ、言うて、僕より前日ぐらいに入っとって。はい、で、まあもう、もう、お父さんとお母さん離婚してんねんけど、まあお父さん自由やから。はいはいはい、で、はい、僕がタイの着いたら、親父がこうやって、こうなんかちっちゃい旗みたいな、こうやって、ね、うん、振って、待っててくれてんねんけど、はい、同じ国旗で、そのタイの女性も同じこうやって、でもその方が、はい、まあ僕よりはるか年上で、親父よりかは下やけど、はい、僕よりかは年上の女性、はい、うん、まあなんかまあなんか熟年カップルみたいな、はい、うん、感じで、でもまあこっちももう聞くこともないやん、うん、別にやぼや、なんなんそれ、ね、彼女なん、はい、なんなんとかって聞くのもやぼやから、まあまあまあ現地の言葉も喋れるし、仲良くやってるいい関係の人なんかなと思って、まあいろいろ紹介してもらったの、はい、いろんなところで、まあそういう夜のお店、うん、いろんなとこ行って、で、まあいろんなとこあんねんけど、その、親父が、どの女の子がいるのみたいな、はいはい。そういうシステムがあるの、女の子がいろいろおって。うん。ゴーゴーバーって。みたいな、はい。で、なった時にさ、その、親父の前でさ、自分のタイプ言うはずない。ああ、まあ確かに嫌ですね。嫌ですね。絶対嫌です。はい。はい、だから、なんて言うんかな。あと、なんかね、ちょうどその時期が、あの、いろんな、摘発されたらしくて、まあ、女の子が少ない。はいはい、はい、うん。だから、なんか、いい女の子が残ってないみたいな空気感の時のタイミングやって。で、見たけど、なんか、あ、ちょっと現地感強いなとか、まあ、それが悪いわけじゃないねんけど、僕の壺に入らんかったから、いや、この店じゃなくて、違うお店行こう。はい。して、その3人でね、うん、親父と、まあ、親父の、まあ、彼女なのかなんかわからないけど、はい、で、僕と、で、3軒ぐらいそれ回ったんや、はいはい、うん、でさ、それでもやっぱいい子らんって、なんかその親父に申し訳ないじゃなくて、その僕のためについてきてくれてるその女性、あ、うん、に申し訳ないなと思って、はい、その親父に、いやもう次行った店で決めるわ、うん、別に可愛くあろうが可愛くなかろうが迷惑やから決めるわって言った時に、俺今まで親父に怒られたことなかったんやけど、その時初めて怒られて、女決めるときは真剣に選べって怒られて。そこなんですね。そう初めて怒られたんが。まさか女のことで怒られると思ってなくて。しかも大人になってからですよね。うん、で、ああ、なんか目覚めて、頑張って、じゃあ選ぶわ。で、次のお店で、まあ、いい感じの、はい、まあ、人は見つかって、はい、
で見つかったんやけど、はい、まあそれがまあ、僕は間違えてなんかチップ渡しなさいよみたいな、はいはいはい、親父が言われとって、はい、それどれぐらい渡したらいいの、日本円でもいいから5000円ぐらい渡しとったらいいの、それでも十分やから、はい、うん、あ、わかったわかったっつって、僕はもう酔っ払ってて5万円渡した。1000円じゃなくて1万円を5万円渡した。あ、間違えてる、間違えて、はいはい、でもその時はそんなにお金持って行ってなかったから、うん、まあ2日間ぐらいあってんけど、5万円渡してもだから次の日遊ばれへん、はいはいはい、で親父が何してんのアホやなみたいな、はい、俺が取り返してきたろうかみたいな、はい、一応頑張ったけど無理やって、はい、結局だったらもらった本人はさ、まあまあね、確かに、ね、渡されてるし、うん、千円札5万円やったって言われただけの終わりの話だし、うんうん、でもまあしょぼーんとしてたら、まあでも飯でも食いに行こうや言うて、またその3人でいろんなでご飯食べて、でまあほんまやったらその日も夜どっか女の子のお店行きたいなみたいななってたんやけど、お金もないから今日は帰るわ、じゃあなんかまあ親父もなんか寂しそうな感じで、お前ええやんけと、うち泊まりに来いや、おうおう、ホテル別やったから、はいはい、いやいやそんなんさ、まあね、女性もいるしね、はいはい、悪いやんって言ったら親父が、はい、女お前賛否したいがなっつって狂ってるよ狂ってるよ狂ってるダメでーで、うん、親父俺多分その あんまり、まあ、その抜けてる天然なとことかあったりするけど、はいはいはい、あんまツッコミは間違えへんねんけど、はい、その時初めて間違ったなと思ったんが、うん、いやいや、その、おばはんすぎんねんっつって。そこじゃねえ。そこじゃないよ。親父の 3P を突っ込んで。親父の 3P はもう、おばはんやないか。別の親子丼だから。それがもし、でも若かったら、はい、あいつの子が若かったらあった、ね、あったかもって。違うのそれ。その時でもなんか、親父に 3P とか言われて、なんか、そういう変な感じ、はい、なんか、わ、俺を見てるみたいで嫌やわっていう。まあ、確かに、パラディもそういうの言いそうですもんね。そういうパラディもいつか、りんたろうくんに言う可能性もあるわ。嫌だよ。嫌だわ、そんな。それが嫌やって、そう、なんか嫌やな。なんか、まあ、俺だけの問題でもないから、はいはいはい、遺伝子の問題でもあるから、ね、まあまあまあ、しかも凛太郎ってもう性欲強そうな名前ですよ、凛太郎、凛太郎ね、鉄輪の凛太郎でしね、うん、でもすごいやっぱ本当に親子でちょっと似てる部分あるんですね、そういう、今は交流あるんですか、お父様とは。いやまあたまに年一ぐらいで連絡来たりとか、うん、まあ僕は親父派というよりもおかん派やから、ああはいはい、うん、まあおかんに苦労させてたから。ビジネスをやってるんですか、今だと。まあ今でも、まあもうでも60、70ぐらいは、まあ年金であったりとか、はいはい、そういうので生活はしてるんだと思うけど。いや、すごい。あ、天候だな。でもこれ、で初体験が、うん、さっき18って言ったんですけど、それ普通にしたんですか、初体験が。そうそうそう、好きな人と。好きな人ともちゃんと。うんうん、あ、純愛だ。純愛で、うんうん。で、やっぱ憧れ、そういう憧れが常にあるから、うん、だ初めて俺、ね、そのまだ東京進出する前、ねうん、あのまあ、大阪でなんとか活動うまくいってきた時ぐらいにお金もある程度稼げた時に、歌舞伎町、新宿、ルミネかな、それか無限大かな、うん、どっちかの出番があった時に、ほんまはその日帰りやったんやけど、うん、別に次の日余裕があったから、次の日帰ろうと思って、うん、でせっかくやったら歌舞伎町の風俗、まあ、行きたいっすわね、うん、本場、はい、行ってみたいなと思って、本場やん。で給料も入った後やったから、よし行こうと思って、まあその時はまあ財布に3万ぐらい入ったからな、はいはい、まあ3万あれば十分、まあ、で行けますね、まあ、ええー、感じのとこも行けるかなと思って、それもだから多分20代後半か30代中盤ぐらいの多分時やったと思うんだけど、いつかちょっとはっきりは分からないけど、行って夜、もうこれ後々に聞くねんけど、案内所の外で声かけられたらまずいだしね。え、ああそうなんすか。キャッチになってる。キャッチか。キャッチになってる。案内、案内所の中の人しか絶対にあかん、ついていたらあかんねんけど、僕はそんなん知らんかったから、案内所の目の前に立ってる人に声かけて、はい、なんかいいお店ありますか、うん、って言ったら、なんかこうカード出すぐらい、なんかカードベベって出してきて、はい、めっちゃ可愛いモデルみたいな女の子の可愛い写真を、これありますよ、はい、で、え、いくらですかつって、そんで、どういうシステムですか、いくらですかって聞いたら、1万6000円でお店に入って
3人ぐらい、キャバクラみたいなシステムで3人か4人飲んで、うん、その中で良かった人を1人選んでしてもらえますってなって、すごいただ1万6000円、まあ僕、まあな、もう大阪の人間やから、それ値切ってもらうんだけど、はい、これをなんとか1万3000円ぐらい、3000円値切ってもらえませんかって言ったら、快く、あ、いいですよ。もう時間も遅いし、はいはい、正直もう終わりなんですって。もうところ、それ11時とか12時ぐらいやったかな。もう超えてて、ちょっと。遅かった。12時、はい。で、その人に、じゃあ1万3000円渡して。で、お店連れて行ってもらう。じゃあなんか結構奥の方入っていくなと思って、雑居ビルみたいな。ちょっと汚いビルやなと思いながら、うん、でもまあ、風俗ってこんなもんかと思いながら行って、まあ、受付のカウンターあって、じゃあまあ多分、こっちがなんていうこう、オープン席みたいな。席があって、キャバクラみたいな。で、こっちがなんか個室みたいなんて言うんだけど、その個室が扉開いててさ、じゃあさ、もう、本当にもうパンチパン、屈強な、もう君たち二人みたいな人間が、その、金数えとって。いやー、5、6人ぐらい。うわ。万札ばっかり。うわ、怖これやばいっすね。怖と思ってんけど、はいはい、まあ、まあいいか。見なかったことにしようと思って、中入って、じゃあ、その、連れてきてくれた人はそこで、じゃあ、可愛い女の子つけたってくださいね。して、パパパってどこへ。で、僕そのまま入って、待ってたら、やっぱ周り暗いんだけど、なんか盛り上がってる感じは全然なくて、一、うん、人二人、僕以外にお客さんがおんねんけど、女の子全然おらんかったよ。はいはい、で、周り見たら、その、日本人じゃなかったよな。あー、まあ、それはやばい、はめられましたね、完全に。うわっと思ってん。けど、まあ、着いた女性が、まあ、僕より年上な感じはしたんやけど、めっちゃノリ良かったよ、うん。なんかその、お兄さん、今日は楽しいことしようね、みたいな。はいはいはい。でもいい感じの本当にちょんちょんちょんって触ってくる、はいはいはい。なんかちょっとエロい気持ちにもなる、はいはいはい。楽しいし。で、いやでも他の人も見たいねんけどな、ちょっとほんなん他の人いないよ、私に決めないよ、みたいな。あら。うん。うん、楽しいこといっぱいしてあげるから、はい、言われて、あ、なんか悪くないなって、はいはい、別に。じゃあ、あなたに決めるわって言って決めて、じゃあ私、上着取ってくるからね。うん、だから多分、そういうなんかプレイルームまで移動して、そっからプレイルームまで移動して、連れ出して一緒にすんねんけど、その女の子が行った瞬間に、その悪そうな店員さんみたいなのが一人来て、はい、あ、じゃあ、こちらの、女の子連れ出しで大丈夫ですか、はい、はい。って言ったら、じゃあ、連れ出し料として、1万5千円かかります。1万6千円も払ってるんですか、ね、?1 万3千円払ってる。あ、3千円払ってて、うん。で、1万5千円かかりますって。追加料金。いやいや、俺、払いましたよ、1万5千円。って、はいはい、うん。1万3千円ね。あ、1万3千円払いましたよって。あれは、紹介料で、お店の連れ出し料とはまた別料金なんですって言われて。はい、えってなって。でもさ、あと連れ出したらさ、もうそういうことできるやんと思ったら、もうなんか後に引けへんぐらい、うん、じゃあ分かりました、言うて、1万5000円払って、はあ。で、女の子が戻ってきて、で、行こうってなった時に、また店員さんが近づいてきて、うん、体感料1万5000円になります。体感料？あ、出る？そう。連れ出し、体感。体感料、ってなって。はい、えぐ？うん。だから、でも、財布にお金ないやん。ないですよ、うん。はい、もう。ないから、もうお金ないです。って言ったら、まあ、でも近くに ATM もあるし。うわ、実際その言葉聞いた人いるんですね。闇金牛場君みたいな。ATM あるしって言われて、確かになって思って。確かに。もうやりたくてしょうがなくなってる。いや、もう止まんないよ。そう、だからもう、ここまで、2個払ったんやから。あ、そうだ。まあ、だから、後戻りできないですよね。もう、あとはもう連れていくだけですよ。はいはいはい。もう、わかりました、つって、ATM 行きますって、その女の子についてきてもらって、はい、ちょっと文句言ってんね、はい、ちょっと約束違うやん。はいはい、まあ、でもごめんね。でも、あとは楽しくしようね、みたいな。またちょんちょんちょんってされて、なんか悪くないな。悪い。で、そっからまた、4、5万おろして。はい、うん、ええー、そまあ、お金はね、一応、どうなるかわからん。なるかわからん。おろして、お金だけおろして、また戻って、1万5千円だけ払って出たの。はい。もう連れ出して。もうその時点でもう4号ぐらい払ったんですか、うん、?4 万ちょっとぐらい。うん、そうそう、ね、うん、言ったら、うん。で、連れ出して4万3千円ぐらい払って、で、ホテル。もうしょうもないホテルやで。その、はい、本当にプレイルームだけの、はい、ちっちゃい。レンタルルームみたいな。レンタルルームの
ところに行って受付しよう思ったら、受付の店員さんが、1万5千円になりますって言われて、 ってなって、1万5千円になった、高ってなって、いやなりますね、グレイルームですよ、うん、いやでも時間帯もあるし歌舞伎町だからって言われた、多分今思えばもう多分タッグ組んでんの、グル、絶対そうですね、グルやね、それはグルですね、はい、でもここまで来たらもう払わなしゃあないなと思って、はい、1万5千円払った、うわーもうめちゃくちゃ払ってるじゃん、6万ぐらい全部で払ってます、ね、じゃあ今度次なんかあのコンドーム1個1000円か使い放題3000円どっちにしますって言われて、飲み放題みたいな、コンドームってそんなにいらないから別に、でも俺はコンドーム使えるもんなんて思ってなかった、そういうのないと思ったから、はい、コンドームいるって聞いたら、いるいるって言われてんけど、はい、まあ、1個でいいかなと思って、まあね、もう1000円出して、はい、俺1個買って、はい、高いよ、でもだいぶ、でそのままプレイルーム入って、まあもうずっとなんかさ触りしかしてくれへん、こうやって触られてて、はい、いやもうそろそろなんかもうなんか口でとか、はい、うん、そういうなんかプレイ進んでいってよ、はい、って言ったら、はい、こっから先は1万5000円って言われて、うーわやば、マジで地獄のもうスパイラル入ってるじゃないですか、デススパに1万5000円パーティー、1万5000円の区切りなんなんと思いながら、でもさすがにそれはもう俺はもう払われへんって、はい、もういいと、いや触り続けろ、払った方がいい、触り続けろ、ここから先は分からんけど、はい、触り続けて、はい、もうそれで満足するしかないわ、はい、と思って、はい、まあ、触ってもらっててんけど胸クソ悪いし、はい、腹立つからあんまり機能せえへんから、はい、でまあ、10分15分20分ぐらいこう触ってもらったらホテルの電話が鳴って、はい、トゥルルルってで、あ何何と思って、はい、20入って20分ぐらい、まあ、そうですね、1分出たらあのもう退室の時間になる、うわもうやられまくってんじゃないですか、でもし延長したかったらプラスで1万5000円、また1万5000円、呪いだよ1万5000円の、えそれも、まあ、もちろんみんなグルですけど、ね、うん、20分でだから最初に1万5000円も払ってますもんね、最初にだから最初に何分とかも言ってなかった、はあ、でコース的には60分とか70分のコースやって、はい、あの飲んでそこから抜きがあってっていうの、はい、けどもうそんなもんルールなんかないやん、はい、でもういいですガチャンって切って出るっつって行けず、はい、で外出て歌舞伎町で、はい、でマジで本当にその時に初めて人殺したろかと思ってんけど、はい、そのキャッチしてきたやつ、はい、マジ3時間ぐらいさもう目真っ白になりながら歌舞伎町探し続けてんけどさ見つかるわけもなく、まあまあまあ、うん、でそれを見かねた人が声かけてきて、お兄さん大丈夫ですかって言われて、いや騙されたんですよ、えそれってその人が言っててんけど、案内所の外で声かけられたんでしょ、うん、いや確かに案内所入ってダメですよ、そんなもうそんなぼったくりしかないですから、うん、そういう時は案内所のお店の中で声かけられたら、案内所のお店の中の人やったら大丈夫、うん、案内所の外の人間は全員ぼったくりなんで、はあ、って言われて、はあそうなんやって言ったら、その人がちなみにこれから、ね、どうするんですかって同じカードみたいなお前もやねえかって、どんだけ何十年取ろうとすんねんって、もういいっつって、で俺もうそのまま歌舞伎町で朝まで過ごして、始発でそのまま新幹線で帰んねんけど、なんか結局7万8000円ぐらいか9000円ぐらい全部で、お金ムラムラしますもんね、で行ってもないし、でもそのもう立ちもせんねんけども、その時はじゃあさ、なんか俺は何しに、いや、あんだけ楽しみで行ったのに、何しに俺は歌舞伎町行って憧れて7万あったらスーパー高級風俗行けるわ、行けましたねと思って、もうなんか分からんけど、もう本当に涙がボロボロ出てきてさ、止まらんくなって、新幹線の中で、であかんわ、なんぼ吹いてもほんま涙止まらんわ思って、ハンカチで拭こうと思って手入れたら出てきたんが1000円のコンドームやったっていう落ちつきましたよ、落ちがついた、1000円のコンドーム、なんかそれ一杯のかけそばみたいな話ですね1000円のコンドーム投げつけた、なんか落ちが綺麗、ね、いやーその評価すんだよ落ちの評価すんだよ、ここでやね楽しめいやーすごい
いや、気をつけてほしい。いや、確かにね。今もあるんですかね、今の歌舞伎町で。今はまだなくなってる、ね。俺らの13年前のね、俺らもかまられたりしてたもんね。まだちょっと危なかった、ね。あったね。まあ、だから大きくは取らんかもしれないけど、薄く取ったりとかする。そうですね。まあ、法律違反ギリギリとかは取ったり、サービス料とかで取ったりとか。それ何年前ぐらいですか？これでももう10年以上は経ってるね。まあ、うん、その頃からも歌舞伎町、ね。まあ、だから本当に結婚する前ね、これはね。結婚より前で、ちょうどウーマンラッシャワーで、お金がある程度もらえて、ちょろりと出れるっていう、うん、そう気づいてたんですかね、パラダイスさんのこと。いや、それは多分気づいてないです。あ、うん、じゃあ本当にみんなにその手法でやってるってこと。いや、そうじゃない、本当にすごいね。ちょっとコアモテをさ、ちらっと見しとくのも、まあ、ちょっと確かにね、ちょっとどこまでが作戦なのかは分からんけれども、ちょっと気をつけてほしい。いや、マジで気をつけますよ、それ、うん、こんな怖いところに今この学校があるから。確かに、うん、でみんなね、なんか何食わぬ顔して歩いてますけど、危ない場所ですからね、危ない、危ない、うん、今はまだマシなんですよ。都市伝説とかでよく言うのが、はい、昔はその自動販売機の上とか漁ったら拳銃とか、取引みたいなことなんですか？いや、絶対、おー、あの、だから、隠してるみたいな。だから、要はその、まあ、事務所に置いといたら逮捕されちゃう。まあ、木を隠すなら森に隠せみたいな感じでさ、その、なんていうんかな、その、全体そんなとこまず見えへんや、みんな。だから、その、受け渡しの場所が、そうやったりとかするから、はい、今でももしかしたら、構想があって、亡くなったりそして、受け渡しができてなかったら、今のもう歌舞伎町の中でも、こう、自販機の上をこうやってやれば、はい、もしかしたら銃が出てくるかもしれないよと。信じるか信じないかは、あなた次第です。あなた次第です。都市伝説の終わりました。いや、すごいわ。すごいわ。いや、パラディやっぱすごいエピソード豊富に持ってるよね。あと、ちゃんと最後、オチを。いや、でいいよ、その。やめてよ。千円のコンドームっていう。先輩のエピソードトーク評価をする。せいな。千円のコンドームっていう、うん、その、創作落語が。いやいや、創作じゃない。創作じゃない。リアルなやつなんだ。あ、そうだ、リアル落語ですね。リアル落語が。あの、安い、ほんま、イチゴの絵とか書いてある。細かくイチゴの絵が何個か書いてあるやつ。あ、熱いんですよね。そうそう。コンドーム自体が。安いから。うん、はあ、すごいな。でもパラディのエピソードを落語家さんに全部、あの、演じてもらうのってところそうですよね。ショートフィルムとかにしたいね、うん、確かにパラディのエピソード、うん、マレーシアロケして、めちゃくちゃおもろいよね、うん、それこそごめん、もう一個いい、はい、大阪で、はい、あの、まあ、そういう友達と二人で飲んでる時に、はい、大阪時代の時は、はい、友達と飲んでる時に、だからそういうちょっと、まあ、おっぱいのお店みたいな。あ、おっぱい、ね、おっぱいみたいな。そういうお店行きたいねってなって、はい、で、なんかちょうどいいとこないかなって言ったら、なんかし、あ、まあ、名前言っていいんかな分からんけど、まあ、俺はもう、言いたい。っていうお店が、はい。っていうお店を教えてもらって、はい、その辺のキャッチの人に行ったんよ。で、若い子おるよっつって、どのぐらい若い子って20代前半の女の子いますよっつって、最高っすねっつって、友達と行ったら、マジでリアルに、50代の女の人と40代の女の人が出てきてる。はい、で、僕50代、あ、僕は40代って。で、友達50代って。な、薄く仕切りがあって。うん、わってなって、で、な、もうな、そういう気持ちは失せたから、ちょっとお酒飲むだけ、はい、もうおっぱいも何もないみたいな。で、こう一旦こう5分か10分ぐらい経ったらどっか行くやん。その時に何歳ぐらい来たんですか？40歳ぐらいです。僕俺50歳ぐらい来てんけど、やばないみたいな。で、ちょっと店員さん呼んで、ちょっと若い子呼んでください。わかりました。って言って次来たのが60歳と70歳。まさかの年齢上がるって。うん、で、えぐいな、マジで。で、1万5千円ぐらい。高いですよ。まあ高いよ。高いけど、でもまあまあまあ、そういう値段の範囲では、でもまあ、おっぱぶで言ったら倍ぐらいする感じはするけどね。ちょっとやっぱ割高、1.5 倍ぐらいはしてる。全部、するわけですよ。パラディが遊ぶときで全部1万5000円させられてるんですか？いや、1万5000円かと思って、でもその1万2000円やったかもしれない。ごめんごめん、ちょっとそこそこの数字はちょっと。でも脳にすり込まれてる。そうそう、俺はもう1万5000円っていうイメージある。しかもでも60、70ぐらいおっぱい来るじゃないですか。見せられるんですか？触るってことですか？いや、だからそんな気にもならん。いや、確かおばあちゃんですもんね、言ったら、うん、おばあちゃんや、はい、なんかおばあちゃんには優しくせなあかんっていうのは教えがあるから、ね、うん、とりあえず聞きて話はするんですか？する、すんねんけど、はい、なんていうの、その病院の匂いするん本当に
まあまあね、うん、病院独特かあれやんかありますね、うん、あもちろんそういう、まあ、もしかしたらかかりつける病院があるのかもしれないですけど、ね、分からんけど病院の匂いがして、はい、でまあで出るんやけどもうその2週でもうええわって言って出んねんけど、うん、出た時にあんまりにも腹立ちすぎて友達とでも、まあ、騙されたな、まあ、ええ勉強になったなとは友達が言ってんけどいや俺がもうお金は正直戻ってこえへんのは分かってると思う、うん、文句言いたいおう、うん、文句だけ言わせてくれついてきてくれっつって、うん、もうええやんってなってんけど俺は言う文句だけ言いたいっていうこの意味分からんもうプライドが変なプライドが、ね、腹出ちゃうもんね、うん、で言ったよねじゃあまあ普通にさっきの店員さんがおっていや俺は若い子がおると思って聞いたとで最初に40代50代出て若い子呼んでくれって次出てきたんが60代70代やっつったら向こうがいやいやいや20代30代ですって言ったからいや嘘つけとそんなわけないと、はいはいはい、見たわかると、まあ、確かにそりゃそうです、うんうん、おかしいやろ、はいうん、俺はもう金を返せとかじゃなくて文句言いたいねん、はい、って言ったらその後ろにカーテンあんねんその人が立ってる後ろにカーテンがあんねんけど、はい、カーテンの後ろからなあこれ声高め、はい、なあこれみたいなこっち、うんはい、でうわっってなってシャッて開いたらほんまに真っ白のスーツに金髪モヒカンの身長150センチぐらいの男が出てある意味怖いあれ一番怖いですなあこれちょっとモヒカンの浜田岳君浜田岳君みたいな感じの150センチの白スーツの真っ白のやつが出てきて、はい、その時点で、ちょっと友達と顔を見合わせて、はい、もうおもろいスイッチ入った、はい、確かにそのスイッチ入りましたね、はい、もうこれは、はい、でも、な言ってるし、はい、声高いしちょそんなに恐怖感はなかった、ちっちゃかったから、うんうん、小ぶりやなっていう感じの子が、はい、おりゃーみたいなおめえふざけんなよ、はい、お前が望んできてんのに何文句言ってくれとんじゃんってなってんけど怖くないから、こっちも、はいその、まあ、半分ぐらい笑い顔で、いやいや、だから、文句を言いに来たであって、約束が違うから、はいうん、おかしいやん、はい、って言ってて。はい、で、僕も、ああ、お前、ほんま殺すぞとか、はい、バゴ、まあ、バリ雑言を浴びせられてるけど、はい、それはもうどうでもいいから、そんなことより文句を言わせてくれた。身長がね。身長が恐怖感を。うん、って言ってたら、はい、もう一個、またカーテンの後ろから、はい、まだ話続いたで、シャッて出てきたら、はい、今度、真っ赤なスーツで、はい、同じモヒカンした、同じやつが出てきて、双子が出てきて。双子、うん、紅白で、紅白で。大阪やなと思ってんけど。おもろおもろいなで、紅白のやつが出てきて、紅白やんってなって、俺は。はい、で、もう、笑ったあかん、はい、笑ったあかん時こそ、はい、おもろなってくるやん。はい、確かに。うん。で、その最初はなんかバラバラやねんけど、はい、たまにななんかまあハモる時あんの、はい、そのなんかその殺すぞとかふざけんなよとか言うねんけど二人同時にお前たちおかしいやろみたいなハモったりする瞬間にうわ双子やんってなんねんもう真ん中なんですよね言うたらもう、うん、そこはねでハモり出したらなんかもう一定の時間ハモり続けるみたいなタイミングがあって、はい、もうやばい、わからん、もう笑いそうってなって、ずっと我慢しながら手もグーってやってんねんけど、そっからまたずれ出したりすんねんよ。ハモってたやつ、はい。なんでさっきまでハモってたのにずれんねんってなって、もう全部がおもろなってくんねん。はい、ツッコミどころ満載ですもんね。はい、でも、おもろすぎて我慢できへんくなって、友達がもう行こう行こう、はい、すいませんでしたってこっちが謝って、はい、俺ももうなんかわからんけど、すいませんでしたっつって出て出た瞬間にもう大爆笑でもう1万2000か5000円全部取り戻したなこんだけ笑ったらねこんなおもろい店あるんやねまた来ようなっつって終わったしまだあるんですかねいやわからんもうないやろさすがにそういうお店はその双子はいますよねどっかにはどっかにおるのかわからんけどめちゃめちゃおもろいわめちゃめちゃおもろいやっぱ大阪ですねさすが、うん、笑かしてきよる笑かしてくんねんけどでも笑ったあかん状況がまたおもろかった150がやっぱおもろいっすね150センチが、うん、浜田岳やって本当に顔が顔っていうかもう身長とかもサイズ感いわゆる用心棒役みたいなことですよね経営者が、うんうんうん
2人いるんですね。2人おって。それ双子で。双子で。めちゃくちゃおもろいよ。いや、ちょっと。めちゃくちゃおもろい、ちょっと。おもろいね、パラディーの話、ね。まだ全然聞いたことない話だったから。こんなにストックあるんだってね。芸人って意外とそういう話したいけど、実際そのぼったくりバーみたいなとこ行くの怖いから行けないじゃないですか。まあ、俺は知らんかったからね。そうそう、ね。わざわざなんかトークを作りに行くのも違うじゃないですか。なんか。いや本当に興味があるからですよ ね、 そうね、まあ、だからそのねじれてしまったためにそういうなんかまあ被害にも遭ってるという、はいはいはい、うん、いやちょっとパラに尽きないね、尽きない本当にエロ滑らない話、はい、パラダイス中川の、まあ、パラダイス中川のちょっと今度ライブとかでやりたいですね、ぜひぜひ、ちょっとまだあるから、はいはい、まだあるんですか、まだまだあるある、言ってないやつもあるし、はい、うん、はい、ということでまあね、うん、皆さん聞いていただきましたけど、はい、まあ、パラにまたちょっとあの、はい、機会あったら来てください、ぜひぜひ、はい、お願いします、ということで、はい、僕らオンラインサロンやってるんですけど、はい、そこでオフ会っていうのをやってるんですね、はい、その時にもパラにも登場してもらって、はい、もっとえぐめの流せない話をもっとやばい本当にしてもらって、もう腹抱えるぐらい、ね、あのミイラ女の話もありますよね、ミイラ女ね、本当に、あとあのデリカシーなく、うん、あの世間を賑わしてるゴシップを、うん、その本人に聞いちゃうわけじゃないですか、バカのデリカシーね、確かにあったね、その結果、はいはい、それがすごいです、そういうのも聞けますので、はい、ぜひね、おにわとまごと中川パラエさん、はい、今後もよろしくお願いします、お願いします、ありがとうございました、以上です、ありがとうございました、ありがとうございました、このチャンネル見てるやつは全員クズだ。お前らはもうクズが確定してる。チャンネル登録はしたからだ。みんな、俺らの収益のために寝落ちしながら垂れ流すように。というわけで次の動画はこちら。